社長について正直どう思ってますか？こういうとこが嫌だなとか。絶対一回確かに見られる。はい、ダメじゃん。お疲れ様です。あ、名前何だった？名前つけてない今だ。みどりちゃんっていう。あ、みどりちゃん。あ、みどりちゃんだ。偽名ですけど、はるちゃんとみどりちゃんね。うん、なんで、あれですけど、なんだ、説明が。もともとみどりてるプランナーから職人行って、職人から本社社長下僕。まだアンチコメント来そうだけど。まあ、本当に優秀な子だな。俺の中からどういうこと、ちょっと仕事ができすぎるっていうか、ちょっと悩み症だな。自分から手数出すタイプじゃないな。仕事は本当に真面目、もう本当真面目一本で、プランナーとしては職人さんたちからめちゃくちゃ受けがいい、良かって、でまあちょっといろいろあって辞めたい辞めたくないみたいなことちょっとあったんだな昔。はい。で俺とちょこっと 1,2 時間面談したんだなあれ。はい。でちょっとご飯も2人で食べたりとか、まあ、結構前だよな、職人になる前か。職人になる前もちょこっと話したけど、職人になった後の方が大きかったな。いろいろ話して、まあ俺の近くでいっぺんやってみろよみたいな感じで、結局流れて俺の下におるんだけど、今回まあいろんな事務が辞めただとか、いろんな、まあ、相互があるけど、まあ営業もしっかり柔軟におる中で、人間が遊んでるって言ったらだけど、まあキャパあるよな。通常100本から150本ぐらいのお客様に対応できるっていうような営業力と現場管理能力があっても、まあ、実際になんか今7、80本とか90本ぐらいか、ぐらい。はい。1月の想定見積もり本数がやっぱ40本、50本ぐらい割っちゃったんだよな。営業部の上の人間たちとも話して、実際にキャパないですよねって。で、まあそういう中でちょっと俺の専属の、まあ、カメラマンっていうよりはあれだよな、 SNS 事業とかいろいろまあ今やっとることがあると、まあそういう中でまだほんで今日付けだな、まあ、そういう中でいろいろ喋っとって、でまあ他今日幹部とも話して営業部から2人、まあ、正式にはまあもうちょっと先になるけど、まあ、空いてる時からこっちにやっていこうということで SNS 事業の方に来たと。で、まあ、俺この間さ、まあそういうね、まあ事務職さんが辞めちゃったっていう動画とか撮ってさ、はい、まあコメント欄も荒れとるわ、はい、今もなお、はい、松坂さまに炎上してる、これが YouTube だぞ、笑うんだよお前。つまんなくて笑うんだよ YouTube は、はいはい、お前すらお前アンチかよ。やろで、そういう中でもちろんどう、まあ俺は今日なんて言った、お前こっちに来いって言ったんじゃないの、自分で決めてほしいんだけど、はい、積極的参加って言ったよね。はい、そうです。うん、積極的参加だったら来てほしいと。自分の言い訳モード、まあそういうコメントだったら自分をどんだけかし、いい風に見せたいんだ、みたいなんだけど、まあ、しょうがないよね、練り替え道場のチャンネルだから。俺が別に自分の汚いのを見せるわけないよね。こうも見せるわけでもない。いや、まあお客さん、ちょっと見せてみましょう。はっきり言うよ。私、こうも入れすぎかもしれない。ちょっと黒かった。まあ、うちの考えとしてはやっぱできるだけみんなにね強要はしたくないので、まあ、話はしていく、はい、まあ、大きい声出す時もあるけど、それは俺の未熟さだけど、幹部も積極的に、まあ、じゃあやりましょうと、こうです、ああです、もちろん意見はぶつかったよ、すごい。で実際なんかそういうなんかさ、まあ、YouTube にねこれからまあ多分どっぷり使ってることだと思うんだけど、はい、どうなんかある、アンチコメントとか来た時、うん、実際気持ち的にはどうなんですか？全然余裕。余裕なんですか？みたいな感じ。あ、こらバカどもがーって感じ。アンチコメントとか来た時、実際気持ち的にはどうなんですか？へこむ、うん、だから今俺がやってるのはもう非表示にしてる、ぶっちゃけ。あ、そうなんですか？もうだって二度と入れてる。で、もう一回でも書いたやつ、いや俺はもう最初はさ、その時だけは向かってして、人間ってそうじゃん、はい、まって言っちゃう時あるじゃん、はい、だけどやっぱ昨日言い過ぎたなみたいな時あるじゃん、はい、だから、まあ、あんまり非表示で、あとはね、やっぱ主張が伸びる方がいいから、アンチとかも大事にした方がいいみたいなこと言ってたけど、そこまでしてじゃあ数字欲しくないなって。いや、心が衛生的に良くないやん。はい。やっぱ見ると考えちゃうし、やっぱ動画のキャラもブレてくるし、あ、やっぱ動画内も、まあ普段もどう、俺変わる？ちなみに。いや、ほとんど変わらないですね。まあこれ面白いかなと思うのはさ、今日まあ今からドバイ行くじゃん。はい。だけどお前一人で行ってさ、はい、社長ってどんな人ですかって聞くの、
まあ、カメラ回っとったらいいことしか言わんかもしれんけど、はい、本当これやらせましたよ一切。はい、だけどまあ俺は視聴者の皆さんにもまあね聞いてほしいのは、まあ、ファンの人たちだよね、まあ、そのアーチコメントに立ち会うのも、まあ、どうでもいいけど、俺もあの動画でも伝えたいなと思ったら、本当に経営者で自殺する人も今日インスタも来たな、お父さんの兄弟かなんかかな、自殺して、だから社長もそんなへこまずに、何が正解ってないしって、ね、僕は応援してますよみたいな、はい、だから俺も思う、いろんな経営者とも会っててやっぱ苦しんどる、はい、で自分どっかに責任を求めるじゃん、はい、俺が悪いのかとか、うん、コロナが悪いのかとか、はい、だけどまあいいも悪いもねえし、だから自分なんか責めてもしょうがないんじゃないと思うし、だからそういう人たちが、まあ、聞いて元気になればなって、はい、何にも悪くない、誰も悪くないだもんね、だってなんでそのことに打つ手に対しても合ってるか間違ってるかない、で逆にもう合ってることなんか言ってたらうまくいかない、間違ったことやんないと、はい、人が登らぬ山じゃないとなったらって言うじゃん、詳しくは分からんけど、格言みたいなあまり分からんけど、なんとなくは分かるのは、やっぱそれぐらいのことしないと乗り越えられないしね、今日お前とその何緑ちゃんとあいつなったへこいた女子なのへこくなって思う、違います違いますあ、なにうちしたおならじゃないです、あの足がちょっと臭いの、足が臭いのかうんちしたのか、どっちどっちも違います。うんちした。おならじゃないんだったらお前うんちか足か。シートと足が。ああ、してるでいいよ。一回お前あれだな、ドバイ行って。はい。ちょっと聞いてもらえば。はい。はい。まあ俺面白いと思うよ。できるだけ悪口も聞けよ。じゃあ俺のじゃあ悪いとこあげるなら何とかさ、そういうのも聞きたいよね。はい。で俺もやっぱ改善していきたいし、はい、できるよな。あとブチ切るとかブチ切りたいし。へこむよね、はい、なんか自分の若い衆にあれ悪いこれ悪いって言ってね、まあ経営者もいっぱいみんな本当は良くしたい、うん、自分も改善していきたいと思ってる人多いと思うけどね、うん、ただそのやっぱ経営者とも話してないと溝が広がっとるっていうのも多いと思うけどね、まあ、いや寝てるか、はい、よろしく、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、ちょっと今社長についてどう思ってるかっていうのを調査していまして、社長について正直どう思ってますか、どう思ってますか社長は社長です例えばこういうとこがちょっと嫌だなとか、こういうとこいいと思って尊敬してるとか薄っぺらお前なんか薄っぺらいぞ難しい、嫌だななんてないんですよ全然、ああ社長と会って何年ですか、でもこの会社入って9年10年ですよ、そんだけ一緒にいて何か一緒にいてって言ってたって別に一日中一緒にいないからね、だって俺現場出てるからさ確かにそうですねすいません一緒にないじゃあ社長としてどう思ってますか、すごい人じゃないですか、すごいとは、あ見ての通りだから YouTube のままじゃん、こんだけ人いっぱい集まってね、こんだけでかい規模でやってるってことはそれなりにやっぱみんなに工夫があるからみんな当たれてる、うん、なんじゃねえいいこと言いますねやめてく人間もおるけど、はい、まあ、残った人間ってやっぱ強い人間しか残ってないからやっぱり、そうですね、確かにだからこそみんなにやめないでほしいねありがとうございました、はい、またお願いします、さよなら、さよなら、お疲れ様です、チェス、ちょっと今職人さんは社長のことをどう思ってるのかなっていう、社長はいい人だとかああいうとこが嫌ですねとか何でもいいんで、悪口でもいいことでも、うわでも俺悪口言ったら見られるでしょ、はい、ダメじゃんいや正直大丈夫です、社長をどう思ってるか、はい、社長の印象ですかね、印象僕は18の時から会社に入って、はい、もうそこからもう7年ぐらい経ってるので、はい、第2のお父さんみたいな、7年もいたらちょっとこれ
嫌だなとか。最近のことだけど。はい。はい。何ですかそれ。育てとる。育てとるじゃない。なんか貼り付けとる。はい、そうあれちょっと見慣れんね全然まだ。あ、そうですか。見慣れる。なんか私は見慣れました。逆に坊主の方を見ると、あ、こうだったんだって。逆になんかそう堂々としすぎる。ああ。絶対一回会ったらもう絶対チラチラ見ちゃうもんね。確かに。頭の方。あれちょっといらんなと思うけどな。あ、坊主の方が良かったですか。だってもう7年前からずっと同じ髪型でさ、あ急になんか貼り付けてきたらちょっと出られよ。確かに慣れんねまだ。お疲れ様です。お疲れ様です。社長のことをどう思ってるかっていうのを足場班の職人に聞いて回ってまして、どう思ってるのかっていうのをお伺いしたいなと思います。かっこいい。かっこいい。すべてにおいて尊敬。嫌なとことかないんですか。嫌なとこ、うるさい。たまにうるさい。まだそのボケを言うかっていう時ボケ続けるじゃん。あ、もう十分だよって時にどんどん。あ、なるほど。もっとないんですか。あんまり言ったらなんか言われそうだし。チンチン出しすぎほう。ちょっとコメントが、もうほんといいとこしか見えない。みんなちょっと社長に怯えすぎなんじゃないですか。違う立ってないね。それじゃこの歳でやってけんよ。はい、頑張ります。トシさんから見えた社長とは。ザ・小林克夫。ちょっと分かりやすく説明してください。もっと分かりやすく。はい。いやでも見たまんま、じゃあ動画で出てるそのものが社長、気取らないし、はい、実際包み隠すような感じのことじゃないから、あの人の場合、はい、性格のようなもうザ・オープンみたいな。あー、うん、なるほど。でも考えとることはやっぱ凡人とは違うんじゃない、はい、一つ塗り替え道場を作るっていうきっかけの話ってみんな聞いたことあるのかどうかわかんないけど、はい、俺はその当時一緒にやってたから、はい、その作るって言い出した時の考えがもう意味がわからなかった。もともとトビーの会社をやってたっていうのは多分実際話結構上がってると思うんだけど、はい、トビーの職人さんばっかの会社だったんだよ、はい、塗装なんか何一つやってない。で急に会社に全員集められて、はい、言われた言葉が俺塗り替え道場作るわとか言って言われた。そうだったんですか。嘘、本当そうだよ。へー。だって俺飛び会社辞めるからさって。あ、はい。それからここまで来てるからまたすごいよね。ああ、うん、確かに。なんかここを直してほしいとかちょっと嫌だなって思うことはないですか。酔っ払うとめんどくさい。お互いなるほど。昔から多分何回か喧嘩しとるもんね。あ、そうなんですか。ちょっと嫌になって、二人とも酒飲んで熱くなりすぎてわーって言い合いして、明日終わったら、あの、知るかーとか言って、むちゃくちゃ喧嘩になっとるんで。へぇー。何してほしいのことあるんだったら、直に言ってると思う、俺は。なんかこう、ちょっと嫌だなって見えるとこも別に自分自身で折り合いつけれれば別に、そんなわざわざ直してくれって言う必要性もないし、多分反対で向こうからもこういうの直せよって思っとることもあるかもわからんけど、向こうも言わない、社長もね。あ、だからね、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。よかったですか。はい。はい、ありがとうございます。